こんにちは、テンバーアカデミー堀秀夫です。今日は死ぬまでにやりたいことということですね、バケットリスト、棺桶リストというのが、アメリカなんかでは、死ぬまでにやりたい100のこととかね、死ぬまでにやりたい、30のこととか20のこととか、いろいろそのやりたいことを書く、習慣があるんですけど、これ、考えてちょっと振り返ってみてというかですね、見てみたら、私もいい仕事を選んだなというのが分かりましたんで、それをちょっとね、シェアさせてもらいたいと思います。まずね、やりたいことやるには、お金と自由になる時間が必要と。で、Amazon 室ね、おすすめしてるわけなんですけど、これマイペースで取り組めるっていうのがね、すごくいいです。これね、なぜかというと、お金を稼ぐ目的というのはね、結局のところ幸せになるために稼ぐと。やりたいことをやるために稼ぐ。よく考えればそうなんですけど、しかしね、お金を稼ぐことはいいことだ。お金を稼げば幸せになるんだということでですね、お金を稼ぐのは、幸せになるための手段だったはずなのにですね、いつの間にかお金を稼ぐために稼ぐというね、目的と手段がごっちゃになっちゃうというか一緒になっちゃうと。いう、本末転倒なことになることは結構あります。これはね、結構、お金を稼いでる人でも見かけます。で、こういう、棺桶リストね、バケットリストっていうのを、アップしてるサイトがあるんですけど、そこの人気の、リスト、ベスト20、見てみて、私がやったこともあるんでね、それは実践にしましたけど、例えばオーロラを見ると、ね、見たいなっていう人結構いますけど、別にこれオーロラ見るのにね、そんな大胆なお金はいらないですね。ちょっとね、カナダあたりに旅行行けば見れると。だから、カナダに行く旅行費用と旅行に行ける日程。で、例えばね、ある程度稼いでる、あるいはある程度ね、給料のもらえる会社にいる方にとっては、この20万ってのは別に出そうと思えば普通に出せるお金。ただね、休み取れないんだよねってのが多いです。日本の場合ね、休み取れないんだよねってのが多いでしょうね。で、スカイダイビングを体験する。ね、これも私飛びましたけど、交通費入れても5万ほどでできますね。これも調べる時間とね、行く時間っていうかね、どっちかというと勇気ですかね、があればいけると。タトゥーを入れる。これは興味ないんですけど、調べたら1万円からできると。時間2時間。イルカと一緒に泳ぐ。これね、水族館で泳げるところもありますし、船でね、船でちょっと飛び込むというか泳ぐっていう形が取れれば、結構ね、東京近海でもイルカ泳いでますんでね、スクーバやんなくても、シュノーケリングで十分一緒に泳げるでしょうね。要は、時間があって、調べる時間があってね、その時休みが取れれば結構、できることを時間がないとかね、調べる時間がない。あるいはね、お金が、足りない。ということで、やってないんですかね。豪華客船でクルーズ。これもね、別に世界一周するんじゃなくて、近場のクルーズだったらね、見てみたら7万円4日間であります。私が今いるシドニーはもっと安いのもあるんですけどね、日本の方がこれ見るんで日本を基準に考えましたけど、結構ね、興味深いですね。神戸を出て高知に行って、関門海峡を通って、釜山に行って、長崎行って、横浜に帰ってくると。ね。これ、乗ってみたい気もするなと思って、ちょっとね、リンクとか値段まで入れときました。結婚する。ね。どうなんでしょうね。私はしてますけど、結婚しようと思って。だからこれ、チャップリンの言葉じゃないけど、勇気とサムマネーと、ね、あと、時間があれば、すべて達成できると。ただね、そのうちやりたいなとかね、今時間がないとかね、言うと、やらずに死んでしまうんじゃないかなと思いますけど。ちなみに私はやろうと、ね、やりたいなと思ったら、あまり後先考えず、ね、この、リストでね、実践書いたのも、会社を辞めてね、自分で働くようになってから達成したわけじゃなくて、結構ね、周りに品種買いながら有給取って、休んでやったということも結構あります。このエジプトのピラミッドを見るなんてのもそうですね。サラリーマン時代にやってますね。スキューバダイビングは会社の社員旅行だったかな。
まあ、ジップラインは、去年やってきました。象に乗る、これシンガポールのね、動物園で乗りましたね。献血に参加する、いやいや参加しろよって感じですよね。で本を書く、これは結構ねこの20のリストの中だと群を抜いて難易度が高かったですけど、たまたま私は達成してますね。本を書こうかなと思って、書いた。ネタを今までの経験のことを元に書いたんで書けたという感じですね。輸入という質の本を書いてます。ラフティングを経験する。これはサラリーマン時代に、旅行に行ってケアンズでやりましたね。グランドキャニオン。これ何度かやってますけど、1回目はアメリカに住んでた時ですね。メッセージボトルを送る。これはあまり興味ないです。家を買う。これ2回買ってますね。サーフィンを習う。習ったけどできるようになりませんでした。ベニスでゴンドラに乗る。これちょっと興味ありますね。20万円7日間。ね。まあ、ヨーロッパ旅行行ってベニスに行って、乗りゃ乗れると。パラセーリングを経験する。これは、グアムだかハワイでやりましたね。でほとんどのことはね、少しのお金をと自由になる数日間のお金があればできることと、ね、別にやりたいことってそんな、すごいことじゃなくてね、ちょっとの時間とお金があれば済むと。だからお金が稼げて、時間が自由になることをやれば、やりたいほとんどの人がやりたいことは達成できちゃうってことなんですね。だから、まあ、時間も自由になる。アマゾン室、巡り合えてよかったなと。まあ、ちなみに私はこれに加えて海外に住んでみたかったっていうのはね、あるんですけど、まあ、ニューヨークはね、稼ぐ手段がなく、行って、おまけに、カジノで遊んでしまって半年でね、すごすごと帰ってきました。これは今から、25年前ですね。ところが、シドニーは今3年継続中ですけど、まあ、アマゾン室のおかげで、3年間暮らせてると。あとね、そう、私がやったことだって、エアーズロックに登ってみたかったっていうのもあって、オーストラリア来てやりましたし、ペブルビーチでね、シングルハンデになってからプレイすると。残念ながらシングルハンデにはなってないんですけど、プレイはできました。まあ、こういうふうにね、やろうと思えば、まあできることが多いと。だから、どっちかって言ったらね、その稼ごうとした時に、ただ単純にお金を稼げればいいっていうところを念頭にするとね、稼いだけど忙しいとかね、稼いで忙しいけどここで休むとね、元も子もないというか台無しになると。そうするとね、引退してからやりたいことをやろうということになるんでしょうけど、引退前に死んじゃうこともありますし、引退してね、年取ってからやったんだと若いうちにやっときゃ楽しかったけど今は苦行だよということにもなりかねないんで、まあ、稼ぐには時間も自由になった方がいいと。で、今私がいろいろね、転職やら、ネットビジネスやら、ね、それぞれ職種という感じで言ったら30以上ね、あっちこっちやった、限りにおいては、現時点で、やっぱアマゾン室っていうのはね、とても稼ぎやすくておすすめです。興味ある方はね、この無料メルマガに登録して、アマゾン室なんでそんなにか、何やって稼ぐのか、その辺をチェックしていただければと思います。以上、本日は、死ぬまでにやりたいことリスト、ね、実はほとんどの人がやりたいリスト、やりたいことってな、そんな大金はかからないと。ね、むしろ自由になる時間が必要だというのがね、分かったんで、ちょっとシェアさせていただきました。以上、テンバーアカデミー、堀秀夫でした。